皆さんこんにちは。背番号5番ディフェンスの石川です。今年も松井さんの誕生日を祝いに、ラジオに来させてもらいました。今年はこの人を連れてきました。こんにちは、21番の宮田です。お祝いしに来ました。これからちょっとあのラジオを、出演させてもらって松井さんの誕生日をお祝いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと楽しみだね。でもね、キャプテンも変わり、そうっすよ。 HC 栃木日光アイスバックス応援番組カモンバックス、栃木県のプロアイスホッケーチームアイスバックスの情報をお伝えしています。栃木放送アイスバックス担当松井理恵です。さあ、アイスバックスの新体制も発表となっていますが、そんな中今日はですね、ホーム日光市出身の選手です。ディフェンス背番号5番石川貴弘選手がゲストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあこの時期に来ると言ったらもうそうなりますよね。そうですね。そうですよね。この時期はもう毎年来させていただいてますけど、松井さんの誕生日ということで。はい。もうこれ1年前から決まってますから、今日の放送は石川選手がゲストっていうことが、はい、そうですね。はい、まあまあ例のごとく、また今年も、もう一人、来させていただきました。はい、え？本当ですか？てかね、はい、え？どういうこと？え？何この曲？え？何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 ？あ、本当に？松井さん、おめでとうございます。いや、今年は私22日だから、ちょっと遠いから。いや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 。松井さんの誕生日ということで、はい、宮田選手に来ていただきました。おめでとうございます。宮田大輔選手、はい、僕のまま行きます。ここ相変わらずあれ、ここ最近は相馬選手が結構いらっしゃること多かったじゃないですか。そうですね。ここも新体制になりましたね。まあ、そういうことにしておきますか。世代が、はい、ちょっと紹介していただいていいですか。石川選手から紹介。今年選ばれたプレゼンターですよね。はい、あ、そうですね。まあ、やっぱ宮田は、はい、まあ、真面目にも喋れますし、はい、おちゃらけても喋れますので、はい、ちょっと万能な選手と思って、はい、一緒に来てもらいました。いや、もう、でも今年はもうルーキーではない。はい、もう2年目なんで。ね、そうですよね。はい、昨シーズンが、まあ、スタートからは、その前にね、その前のシーズンは途中から、そうですね、3ヶ月。大学生でありながらでしたけど、こういうことが待ってるんですよ。はい。大丈夫です。喜んで、松井さんのために来ました。ありがとうございます。はい、嬉しい。お花をいただきました。これ毎年ちゃんと大切に保管して飾ってるんですけど、ちゃんとアイスバックスカラーのオレンジ、華やかな気持ちになります。大切にしまえばありがたいです。いいお誕生日になります。まあそうなるだろうなって思ったんですけど、はい、意外に打ち合わせの段階とかすごいよ、なんか何もないですからねみたいな空気感。もう僕も 6,7 回来てますからね。そうですよね。はい、なんでそこら辺はもうちょっとできるだけバレないようにバレないように。ただね、後方の関さんがスタジオに入ったんで、あ、なんかあるなと思ったんで、ちょっと机の下は確認しときました。あ、もう 4,5 年前の話ですね。机の下からもう一選手が飛び出してくるっていう、もうもはやサプライズではないドッキリなぐらいな感じの時もありましたね。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。今年も無事に私の誕生日を一緒にお祝いしていただけて嬉しいです。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。これ石川選手ルーキーからでしたっけ。2年目からでしたっけ。2年目からだったと思いますね。あ、長いですよ、長いですね、選手。はい、これからよろしくお願いします、ね。はい、毎年その格好で。毎年ですか。わかりました。ちょっとレベルアップできる。ちなみに説明しますと、お誕生日おめでとうのタスキを胸にしてくれていまして、はい、で、金キラキンのでっかいリボンを首に、はい、そしてシルバーのこれまた金キラキンの三角ハットっていうんですか、三角帽をかぶってくれてます。はい、ラジオなんですけど。キラキラできました。これ一つだけ難点があるらしくて、はい、この金のリボンのところ、ええ、めちゃめちゃゴムが縛って首きついらしいです。やばい。ホッケー選手首太いからな。だ、ちょっと外してもらって。止まります。ちょっとこれからシーズン戦ってもらわなきゃいけない。大丈夫ですか。はい、苦しくなったら途中で手を挙げてください。わかりました。はい、